どうも、アキです。マリオ&ソニック、あとリオオリンピック実況プレイやっていきます。はい、今回も面白そうな競技を2つほど見つけてきたのでやっていきたいと思います。今回やるのは卓球シングルスと馬術ですね。まず卓球からいきましょう。はい、で、実はですね、この卓球にね、僕まだ勝利できてない。この卓球勝負で。ちょっと本気出していきたいと思います。なんかね、今回やる競技は両方とも、なんだろう、音ゲーとは言わないんですけど、ちょっとしたなんかタイミング取る、うまさは必要になってくる競技なのかなぁと思います。では行きましょう。で、A でストレートの球を、で、B でちょっとスピンのね、かかった球を打てます。で、ちょっと溜めてあげると、いい打球を打てるので、タイミングよく溜めるタイミングをね、見計らっていきましょう。ちょっと僕もマシにはなってきたんですけど、さっきまで全然このタイミングが取れなかったんですよね。もうちょっと溜めると必殺技みたいなのを出せるので、これだ！ヤッホー！オッケー！相手が弱い球を打った時はチャンスですね。ヤッホー！ふぅオッケー！さあ、今全部ストレートボール打ったので、今度ちょっとスピンボールも打ってみましょうかね。スピン！ほら、曲がる。めっちゃ曲がる。あ、そういえばね、僕、小学校の時に、まあ、少年野球やってたんですけど、なんか、小学校で全員入るクラブみたいなのあったんですよ。なんか、週1で2時間ぐらいかな、なんか自分の好きな、なんか、運動ができますみたいなのがあって、それで卓球やってたんですけど、その時にね、こうやってぐるぐる曲げるのめっちゃハマって、僕結構ね、卓球できるんですよね。本当の世界では。結構曲げれるんですよ。だからこそちょっとゲームで、お、いいね、いいスピンかかってた今のも。ちょっとゲームの世界で勝てないのが悔しかったんですけど、上手くなってきた。あとね、多分僕のチャンネル結構野球好きな人がね、多く見てくれてると思うんですけど、卓球ボールでナックルとか投げるとすごい曲がるんでね。いや、小学校の時それですごい遊んでたなーっていう思い出を話していたらもう、マッチポイントじゃないか？ちょっと上手くなってきたな。これコンピューターレベル変えれんのかな？もうちょっと強くても今後勝てるかもしんない。まあまだ練習なのでね、本番のオリンピックはまだまだなので、どうだ？あ、だ！やばい！油断してた。よし。やばいぞ、相手もいいボール打ってきたぞ。さあ、最後必殺技決めたいっすね。ストレートボールで必殺技決めたいな。これ決めれるんじゃない？うわぁ、ダメだ、後ろ行き過ぎてた。あー、よし、オッケー！いい球だった。オッケー、こんな感じでね、卓球もありますよと。僕はこのゲームでね、全競技で世界記録を出したいんで、卓球の世界記録ってなんだよっていうね。オッケー、こんな感じでございましたと。はい、では次、馬術やっていきましょう。馬術もね、結構タイミングが大切なゲームでした。はい、馬術。じゃあ、馬術誰しようかな。うん、じゃあ、マリオ&ソニックということで、ソニックでいきましょう。曲がりにくいのか、でもソニック。曲がるのが結構大切ですからね、このゲーム。で、これは、赤だと A でジャンプ。で、B、青のなんか、丸が出てくるんですけど、そこは、タイミングよく A 押して、押し続ければ、馬が曲に乗って、ダッシュしてくれます。これ結構難しい。Go! はい、ここで、A を長押し、OK。で、ここで A ジャンプ。こんな感じです。基本的には。これ、うまくタイミング計らって、OK。曲乗りしてくれ。で、ここでうまくジャンプ、OK。で、ここ、OKOKOK。曲がりにくい。ソニックはそういうキャラクターだった。割と曲がりやすいキャラクターがいいかもしれないな。あ、今、青逃しちゃいましたね。Yes。さあ、曲乗りしますよ。うわー、できなかった。うわー、だだ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 だ。これ結構難しい。しっかり踏んで、あ、曲がりにくいな、曲がりにくいな、曲がりにくいな、ソニック。どんなもんだい？もう一度、OK。曲がりにくいな。曲がりにくいゆえにジャンプできなかったな。これちょっとソニック、あんまりいいだな。もう一度、OK。いけ。馬ちゃんジャンプ、OK。やったぜ。ジャンプ終わりかな？グレイ。はい、ということで、もう一度やろうかな。ちょっと曲がりやすいキャラクターでもう一戦やってみましょう。あ、これでも一応一番には慣れたんですけど、あんまりだな、なんか。キャラクターを選ぼう。どういうキャラがいるのかな、他には。他にいるのは、曲がりやすい人で言うと、
ほうほうほう。あ、悪い位置とか結構いいんじゃない？これ。あ、ピーチが曲がりやすい。じゃあ、ピーチで行きましょう。いやー、いいですね。女性馬乗り。決してね、深い意味はございませんが、ピーチにね、馬に乗ってもらいましょう。はい。行きましょう。お、いいですね。ゴーゴーピーチ。ウォーウォーオッケー。お、本当は曲がりやすいわ、これ。あ、全然ソニックより曲がりやすい。全然やりやすいぞ、これは。こっちにやりたいかな。オッケーオッケー。あ、全然やりやすいわ、これ。あ、さっきより全然本当にやりやすい。オッケーオッケーオッケー。スース、行くよ。ここ踏んで。あー、ただ。ダメダメ。これ踏んじゃったらね、遅くなるので、それは気をつけよう。じゃーん。あー、また泥を踏んでしまった、泥沼を。お、曲がりやすいね。これいいっすね。ただ、スピードはソニックの方がありましたね。でも、これをうまく踏んでいけばいいんで、あ、逃しちゃった。ジャンプ！オッケー。ウィーン。さあ、ラスト、ジャンプして。オッケー。いやー、いいっすね。ピーチは馬乗りがうまいというところで。さっきは200点台だったんですけど、300点台出すことができました。いやー、これちょっと本番もピーチでいこうかな、やっぱ。うん。騎乗はね、やっぱりピーチにしてもらいましょう。はい、という感じで今回は、卓球とね、馬術遊んでいきました。結構両方面白いのでね、買ってみたよっていう方はぜひともやってみてください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、このシリーズ結構楽しみだという方はね、ぜひとも高評価ボタンを押していってください。はい、僕のモチベーションにもなります。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。